トランペットオカリナ奏者の茨城智博です。歌とピアノのみのりです。岩見のラジオ。あの丘を越えたら。の第十八回後編ということで、前編はみのりさんのチャンネルから配信させていただいています。まだお聞きでない方は、説明欄にリンクがありますので、よろしければ前編から聞いてみてください。はい、はい、今日はね、うん、あの、我々の。 アルバイト歴を振り返る <laughs>、はい、という話を始めてみたんですけど、うんはい、もうね何だって話していいから、うん、ラジオはよく考えたらライブとかでは絶対に話さない内容なので、うんなね、すごくレアかもしれませんまあそれもね大学時代とか僕がさっき自分のバイト歴話しましたけど、うん、全部もう大学までの話ですね浪人からの。ああえじゃあ大学生の時はウェンディーズ。 あれその中の一部分ね、うん、浪人時代にヤマト運輸とデニーズうううんんんそっかぐらいですなんですけどみのりさんはもうちょっとバイト経験豊富らしいのではい任せてください<笑><笑><笑>さっきね <laughs> さあの話してたら発覚したけど<ん>今は一つの店になっているウェンディーズとファーストキッチンのファーストキッチン側にいたという、はい、い <laughs> そうですね、はい、あの時私たちまだ知る由も全く、ね、確かにはい ありませんでしたが、うん、ファーストキッチンはでも本当に高校生かな。うんうん、なるほど、うん。で、多分超短く、うん、何ヶ月とかも覚えてないぐらいですね。それはあのカウンターに立ってやる方の人ですか。うん、そうですね。うん、いやー若かったね。ドキドキしながら。<laughs> なるほど。みんな若かったもんね。まあ最初ってでも緊張するよね。うん、緊張しました。そんなにさあたくさんの人と触れ合って っさ、しかもお金をもらうお客さんの対応するわけだからね。初めての社会経験ですからね。自分もお金を稼ぐってことが初めてのことですから、かなりすごい経験ですね。今思うとね。僕だってこんなんでお金もらっていいのっていうミスいっぱいしてるから。時間あったら話すわ。ええあるんですか？あるある。ええ聞きたい。後で。じゃ残ったらね時間が。え残んないもん全然私たち時間残ったことない。確かに。はいじゃあどんどん行きましょう。えっとそうですね。 高校時代はそのぐらいで、うん、えっと大学生になった時にあれ全然覚えてない <laughs> <laughs> あれ喋れば思い出すと思って全然思い出さずに来たんですが何をやってたかすらもう今出て覚えてない大学生でしょ、うん、いやあのー、最終的にはワタミっていう居酒屋で結構<ー>あのそこに腰を据えたんですけど <laughs> 腰を据えたんだ場所いろいろ転々として、はい、あそこに行くまでに何個か経由してるんだ そうですねあの結婚式の配膳、うんはい、みたいなそういうのはあの一つのところに所属して紹介会社みたいな派遣のでいろんな式場に行ったりうん、うん、パーティーだったりやってましたでそれあのすごい綺麗だしね結婚式場とかって、はい、楽しかったけど、ね、ちょっと荷が重かったですね今思えば。 結構行儀のいいお仕事だからで、高級なお皿を運ぶからね、うん、よくやってましたよねあんなこと結構、ね、私絶対できないじゃん僕らもお客さんでやっぱ行くと、うん、その飲み物の継ぎ方であったりとかお皿の置き方とかがやっぱプロだなって思う時もあるし、うん、あれってこうこんなに立派な会場なのにあれっていう時もあるしち,バレちゃでもん、ね、ああいうとに大学生が多かったからみんな私と同じ年ぐらいの仲間たちで、うん みんなね、かっこつけてなんか、はい、<laughs> シャンパンとかさの乾杯の合図とともに、はい、パーンってこうみんなで合わせなきゃいけなかったり、うん、あそれも横でやってたんだ <laughs> はいやってねあのお料理の説明とかもしてた気がしますねすごい、うん、こちらのお席担当させていただきますみたいな自己紹介をして,てパンのおかわりくださいとか言われてたんだ、はい、そう言われてました 懐かしい結構でもなかなかスキルのいる仕事だから勉強にはなったんじゃないですかあの端っこからフォークを使うん。どれを下げるとかさどれをまた持ってくとかっていうのを知ることになるってことは使い方がわかるってことですねか はい、白のグラス赤のグラスビールのグラスとかの置き方シャンパンのグラス置き方あとはタイミングとかねあ<の>入れるフレンチのさ、まあ、結婚式とかだと大体フレンチのスタイルが多いけど。うんうんうん 最初ににお皿の上に手拭い乗ってるじゃない、うん、手拭い手いいって言わねえか <laughs> なんて言うんだう <laughs> なんて言うんてだっけ私もかっこいい言い方忘れた、あのー、クロス、うん、クロスでその大きなお皿がまあとりあえず乗ってるじゃない、うん、で席着いて「うん、本日担当させていただきます何々です」って言って、うん、まずそのお皿持ってくじゃん。うん なんで置いてたのって思わない <laughs> 思う <laughs> あのお皿何、うん、だからもうかっこつけの極みなんじゃないですか全部かっこつけなんですか、うん、でも多分意味あるよねあれはまあほこりとかのことですかあもうテーブルを守ってたってことお皿があそっかそっかまずゼロになるんですもんねそうそうそうお皿の上に1枚のってるんじゃない本当だお皿の上にそうその手ぬぐいじゃなくて何だか分かんないけど <laughs> がのってるだけのお皿あでもそれをのせるためなのかななんだろうただ すごいよねそのお皿は後で洗うのかどうか知らないけどどうでしょうかね、洗うんだとしたらもったいないいいですよってもう予約の段階でうちお皿いらないんだよって言いたくなるよねそれでいくらか安くしてくださいみたいな確かになるほど面白かったですうん面白かったけどやっぱり周りがやっぱりキャッピキャピ系というか割とイケイケうん だったのでそんなにちょっとなじまずにしかも毎日行くところ違うんでんかもうずっと長くやってるメンバーはいろんなとこどこ行っても友達がいるみたいだけど結構ね馴染むのに時間がかかりあんまり馴染みきらないまんま塾の先生もやりました国語の私などは教えるんですか 成績のいいクラスには配属されませんでしたがうん、うん、<laughs> 小学生か中学校のなんかいくつか4つぐらいにレベルで分かれてるうちの下の方の子たちうん、うん、大学生の時はあれってずっと僕やったことないから分かんないんだけど、うん、なんかカリキュラム的なものとかこういう順序で教えてくださいみたいな講習があったりするんですか講習はななかかったかな<う>あれ まあ、知らないわけではないけどさうこういう順序でこういうことを重点的に教えなきゃいけないとかさ知らないじゃない我々、まあ、多分先生用の教科書とかがあったのかもそれを進めていけば大丈夫なようになってるのかないいのかなと思いながらやってましたけど, <laughs> ど、ねはい、大学生で中学生を教えてるってことは10個も離れてないよね7個ぐらい。 だからこそいいのかもしれないけど塾の場合はその方が楽しかったですねそれも子どもたちと子どもたちと関わるっていう経験がそこが初かななるほど今も子どもたちを音楽を教えてるもんね教えるっていう経験はね確かにいっぱいできるかもはい面白かったですねんか卒業のタイミングでみんなでボウリング行ったりとかして。 あ、そのおうちへ行ったことないですよね。いいね、うん。よかったですよ。<laughs> なんか恥ずかしがり屋の男子生徒が友達に連れられて「うんうん、写真撮ってください」とかって、うん、<laughs> そんな大学生でした。<laughs> すごい、モテモモテテテじゃん。は <laughs> それとで最終的に居酒屋ではうん、うん、もう本当に自分家の近くの近所を選び。<laughs> はい それでかなりそこは友達もできてだから大学の、うん、なかなかね大学にも居場所がなかったと思ってたのではい、はい、そういう話でしたね、うん、前 <laughs> そうそうだからアルバイトでお友達作って、うん、そ,そんなワタミそれがワタミはいワタミの仲間たちと結構仲良くなって、うん、結構仲良くなりましたね社会人になった後もうん、うん なんか引っ越し手伝ってくれたりとか<ー>、うん、すごく信仰は深かったでももうだいぶほぼ連絡も取んなくなっちゃったな、うんまあ大人だからねうん,うんワタミはでも僕もだからデニーズはファミレスだけど居酒屋もなかなか大変でしょう、うん、あ忙しくない忙しい日は忙しい年末とか あ、なるほどね、混んでればね。うそうそうそう、い。大体だ,だってそういう安めの居酒屋ってさ、うん、僕らも大学時代ワタミばっか行ってたけど、え、そうなんですか？よく行ってたよ。えー、もう常にどっかの席ですいませんって言ってるじゃん。そうだね。<laughs> あ、でもまあそれ池袋だからかもしれないけどね。あ<ー>うん。地元の方だから多少は違うだろうけど。うん。 ピンポンピンポンみたいな、ね。ですぐ文句言うでしょいざと。結構ね <laughs> ああどうだったかなあんまり悪い思いではないけど、まあ、仕事内容よりも、うん、まあ仲間が、ねね、面白かったで,すでも今思えばそこの店長も20代とかだったからもうすごい人たちすごい。 低年齢の人たたちが作っってる世界だな確かに低年齢の次元がそうそう低年齢ってまあでたまに偉いマネージャーが見に来たりしてねそう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 みんなで掃除したりとかそういうの楽しかったですね僕さそんなにバイト先で友達ってできたことないんですけどいつどののタイミングで仲良くなる仕事中ってそんなにさもう教えてもらったり それやっといてとかはあるけど雑談できないじゃんあ,あでもしてた割と暇な時とかはドリンク作るところにみんながたまっててそこに何かお料理とかも降りてくるんですよ<ー>上からエレベーターみたいな、はい、はいはいはいでそこで待ってるからそこで喋ったりはあるけど、うん、なんかね営業の後に飲み会みたいなのが結構頻繁に行われてたかもあ,あなるほどバイト終わりの集まりが、うんうん、同じ時間に 上がった人たちで、ああ懐かしい、そ,そこの二階とかでね、うん、その一 <laughs> <laughs> 階はまだ営業してて、二、はいはい、階だけ閉めて、うんうん、で二階のその小上がりの席でみんな宴会してて、うん、もう笑見ないで、<laughs> そう。 そうそうそうそまん,まなんか今この話とかしていいのかなってコロナ禍だからでも昔の話だからなんかすごい悪い話してるような気が全然悪いことじゃない <laughs>、うん、私も悪いことはしてない、うん、その横領とかしてなければただ飲みして帰ったとかいう話じゃなければ <laughs> ちゃんと皆さんと一緒に洗って <laughs>、はい、そうで一回もうしまって あのみんな合流して、なるほど、みたいなの、そんなことの天波神の二回は、そうです、天波の二回は確かにそれは今はどうかわかんないですけどね。十年ぐらい前ですから。いやバイト終わりで誰かとご飯とかしたことない。一人も？一人もバイトで知り合った友達っていうのはないんですか？ないですね。他の人は仲良くなってたよ。でも僕は なんかいつの間にか取り残されるみたいな。温帯みたいな人いなかったんじゃないですか。温題はえっとね一人いたけど、<ー>まあそもそも僕がそんなにね頻繁に入らなかったりするので、やっぱりっぱ頻度は大事。そうそうそう。集合で入ってる人とか同士がどんどん仲良くなって。 二ぐらいの僕はだんだんん場所がなくなくってくるんですよ,、うん、より後に入った人とかが気づいたら、うん、なんかあの分かる人は分かると思うんですけど「うん、ウーマンラッシュアワー」の「バイトリーダー」っていうネタがあるんですけど、うん、バイトリーダー的なそのうざい、まあ、うざい感じのキャラというかすごいねもう本人は生き生きして、うん、もうバイト慣れてきちゃって何でも分かるみたいな感じになって。<laughs> バイトリーダーキャラにもう後輩がなってたりとかーああでもそれはそうだ本当に、うん、で僕とかはだんだん取り残されていく、うん、で <laughs> 変なおじさんには目を褒められる <laughs> 一匹狼だったんですかねそうだった、まあ、地元なので小学校の同級生がいたりとかね、うん、そのずっと会ってなかったけどバイト先で再会するとかはあったけど、えー、別にだからといってそんなに仲良くなってはいないし <laughs> そうなんだそっかそっかそんな感じでしたね選んでるバイトがいばさんっぽくないもんねああデニーズとかそうなんだねだって陽気じゃんんかデニーズとまあ地元が地元だからそんなでもなかったけどねおばちゃんたちも多かったしおばちゃんと若い子でも若い子もまあたまたまバイトリーダーっぽくなった子以外は普通の おとなしい人だったし、そっか。それこそ塾の先生とかやってそうなのに、ああ絶対やんない。え絶対？どうして？なんだろう怖くない？何が先生がそうそうその立場がで多分ねそう怖いとまあ今だったらねちょっと興味あるけどね当時の僕は絶対選ばなかったな。そうなんですね。そうそうでもなんかね接客はしたいと思ったんでねそのデニーズの時には。うんうん。 なんかそういう経験をしたいというかうん、うん、じこの自分の延長で言ったらなさそうな経験はやっぱり選ぶ、うん、そういうことだったのかもしれない結構深夜に入ることが多くてデニーズに関して浪人時代だったので、うん、夜中とかにやってたんですけど、うん、やっぱねお客さんがちょっと独特になるんだよねああのー必ず 結構常連のご夫婦、うん、年配のご夫婦で必ずホットミルクを頼む人とか <laughs> でホットミルクっていうメニューは載ってないんですよメニュー表には<ー>でもなんていうんだっけあのメニューを入力する機械あるじゃんちっちゃい<ー>長方形のあれのなんか端っこの方のボタンを押すと、うん、その例外的なメニューみたいな、うん、例えば朝定食についてる納豆だけを頼むこととか<ー>できるんですよメニューにないけどみたいなとこまで開いて。 で探すと牛乳ホットってのがあるから、えー、そこを押すとか深夜に入らないと出てこないようなそれ夫婦で一個ずつ頼むんですかいや片方だけホットミルクで多分他のメニューもほぼほぼ決まってたと思うので、ね、<ー>必ずこれとこれとこれ頼んでしばらくまったりして帰る方とか好きだね、うん、あとあんまりファミレスでどんちゃん騒ぎしない と思うんですけど、深夜になるとまあまあいるんですよ。ウイスキーとか一応あるので、ウイスキーとシングルのダブルの違いとかを学びましたね、そこまさかのデニーズで。ちゃんとそれもマニュアルがあるから、シングルはこうやって入れてくださいとか。パフェも作ってましたよ。いいじゃないですか。パフェ屋さん開けるじゃん。生クリームも、あの。

いろいろだから、そうだね、経験してるね、そういう意味では、えー、アルバイトで。うん、面白かった、どうまとめれば良いでしょうか。まあ、いろんな経験してね、でももう楽しかったけども、他のことはできない。って今は。確か、もう。大変ですよ。うん、もう。あ、そうそう、あとね、やっといてよかったなって思うことの一つが。うん 優しくなれるそういう人に対して、自分が今はお客さんでさ、いろんな飲食店に行ったりとか飲み会したりとかするじゃん。うん、で店員さんが多少ミスしたとしても、<ー>かわいそうには思うけど、うん、なんだこいつなんて絶対思わない、ね。そ,そうですね、うん。まあそう思う人がバイトしたことあるかどうかわかんないけど、うん、もししてなかったらその気持ちってわからないじゃない。だけどまあ一生懸命働いてる人は見てればやっぱわかるし。うん そうやった上でうまくいかないのもあるよねって思うから働いてる人に対する感謝感謝ですね <laughs> 勤労感謝の日だっけ <laughs> いつだっけでも近いんじゃない勤労感謝の日って11月11月だっけ勤労感謝の日は11月のだからこの配信が 28, 28日なので <laughs> あ11月23日が勤労感謝の日で、はい、<laughs> まさかの。 つな感謝の日ということでアルバイトトークを知ってみました私もう一個あったバーでもやってたバーうんいわゆるバーですかいわゆるまあでもお客さんほぼ来ないバーですお客さんほぼ来ないバー何のためにやってピアノでピアノを弾いたりお酒作ったりっていうのをしたかったんだけどお客さん全然来ないからまあ好きなようにやってたっていうピアノは弾いてたのライブを やったかな,なるほどなるほどじゃあそれはそれで結構お世話になっね。バイト先としてはーオーナーがなんか引きこもって連絡取れなくなっちゃってとかなんかよくね、えー、面白い <laughs> なるほどなるほど、うん、すごいプライベートとオフィシャルの間みたいなバーでした、うんはい、完全なる個人経営な感じだねう,うん懐か,しか懐かしいですね懐かしいですねうん、うん、なるほど、で白いうした、はいで ま,あまた、ね、いろいろそのバイトのミストークとかもそのうちやりましょう。うん、やりましょうはいそれではこちら行きたいと思います。<laughs> はい、そうでした動画紹介のコーナー。パチパチーはい毎回こちらではです、ね、YouTube の他の動画をおすすめして、えー、おすすめして皆様に聞いていただくというコーナーをやっているんですけども <laughs> はい、はい、今日はどうしましょうか。今日ははい、えー 神楽坂下という名曲があるんですが、はい、名曲が、えー、ご存知でしょうか、はい、でしょうか誰が作ったのったかな <laughs> そんな白々しい <laughs> 茨城さんのそう僕のね、はい、やつですけど、えー、23区シリーズのうん 前にこのラジオでもね、なんか東京の話しましたけど、うん、東京二十三区シリーズと題して、うん、題してってほどじゃないけど、なんか曲作った時に地名のお名前をつけたりとかね。でね、それの第一作目なんですよ。あ、え、神楽坂下がそうなんですか。そうなんです。神楽、この曲ができた時にタイトルどうしようかなと思って、うんうん、で、いろいろイメージした結果、うん、神楽坂下というタイトルになって。はい あこの流れで23句シリーズってことにしていきたいなって思った1曲目、ね、1> だから曲作ったのは実はすごく昔でいつああ何年6年7年ですねんなんだけど、まあ、最近 YouTube にね、うん、その動画をアップして素晴らしいそれを見てくれたという話ですね。はい、意表をつかれる吹き始め <laughs> まさかのいやそこそんな気になると僕は思ってなかったので言われか前奏が「てるるるるるるるみたいに入ってきてミドラだっけそうミドララドミノ和音でね入ってきて何の音で吹き始めんの何の音でくんのっていうのをかきたてられる前奏なんですよそうそうあの分かったベースがレだ左手がレだねそうで右手がミドラそうそうそう そうです,うですだからレとミとドとラが鳴ってる状態ですね。はい、これで何の音が来ると思いますか、皆さん？<laughs> うーんとかさ、う,ん、うーんとかさ、かう,ん、うーんとか来ると思うじゃん。うん、まさかのーっていうところを聞いてください。<laughs> そ,こそこ引っ張るんだ。<laughs> 正解は別に、まあ、わ,わ,わかんないと思うけどさ、そんなコアなところですが、私はその吹き出しで <laughs>、はい。 ふわーと思って、その後の記憶はありません。全然聞いてないじゃん。じゃあ。そうそう、あれはね。なんか和風なイントロにしたかったんだよね。だから。まあ、それがなぜ和風なのかって説明はわかんないけど、そういう音になったんですよ。あ、そうか。じゃあ神楽坂下で思い浮かんで作ったというよりは、作った曲に。なんていう名前をにしようかなっていう。ことで順序としてはそうです。そうか。そうか。あの演奏の、のピアノのね。 はい、方も素晴らしくて杉本直人君という方とちょっと前に知り合いまして、はい、で彼と動画を撮ろうという話になって、うんまあ、なったきっかけが実はその曲ではなくて「ゼルダの伝説」の動画を撮りたいと思ってうん、うん、その動画も作って投稿したんですけど、うん、その流れで彼と、まあ、何の曲やったら面白いかなっていうのでいくつか選んで収録したんですけど、うんうん、だから結構久しぶりに。 ももととピアノの譜面で書いてなかった曲なんですけど多分いい感じに弾いてくれるだろうと思ってやってみたらお任せしてある程度良くなりましたいや素敵でした演奏もいいし録音も綺麗な音だし全部ね持ち込みでマイらしいカメラ持ち込んでホールで撮るうんホールもす敵で地元のね

で23区シリーズじゃないですか、うん、前回の、ね、ラジオでさっき正解発表しましたけど「クジラビらトのに関するクイズを出して終わったんですけどせっかくなら今日もクイズ出して終わろうかなと思って、うん、クイズ楽しいからね一正解発表は次回のラジオ、うん、で収録的にも1ヶ月後になるんで覚えとかないとなんですけどな、はい、なんだなんだだ今日のクイズはこれにしたいと思います。 <laughs> 時間空いたな <laughs> 1> 第1問今、まあ、1問しかないんですけど今のね神楽坂下みたいに僕が23区シリーズで作った曲いくつかあるんですけども<あ>去年作った曲で「サンセットビレッジ」という曲があります。副題もついてて、はい、サンセットビレッジ」いててッッジ温かな思い出っていう曲なんですけど、うん、この「 タイトルの曲も23句シリーズなんですが、うん、果たして何句の曲でしょうシンキングタイムがあと23週間ありますので実、はい、行してい,ただいてまああのー、ヒントは、うん、ヒントはっていうか情報タイトルしかないですけど、うん、タイトルはかなりヒントになってます。うん ね、おしゃれですね。これをヒントにぜひ考えてみてください。さいサンセットビレッジ「温かな思い出」という曲です。はい、はい、では皆様の回答をね,ねコメント欄等でとうとうで。 コメント欄がいいかなでももちろんいいんですけどぜひ、はい、答えてみてください。というわけで「いばみのラジオ配信」は毎月第2第日日曜日の17時ですそれぞれのチャンネルで同時に前編後編をアップしますのでよろしくお願いします。はいはい、それからお互いいろいろな活動や YouTube の動画 SNS など日々お知らせ しておりますので、そちらでもお楽しみいただければ嬉しいです。はい、そして、 お知らせししまそうそう来月になりますが実は前回も告知したんですが12月27日には僕と茨城といのりさんとそしてスチールパン奏者のオカピと配信ライブをやろうと思っております私たちのカラーが存分に出せるライブにしたいなと思ってますのでまだどうなるか分かんないけどぜひぜひこのね YouTube でそれこそ。 えとまあ、細かくはまた告知しますけどおそ、うん、らく茨城のチャンネルそしてみのりさんのチャンネルで配信するみたいな形になると思いますので、うんはい、このラジオをお聴きの方であればすぐに見れると思いますので、はい、ぜひぜひお聴きくださいお楽しみにそれではまた次回もぜひお聴きくださいお相手はトランペットオカリナ奏者の茨城智博と歌とピアノのみのりでしたありがとうございました。 一つ君と分け合う